こんにちは、ゾッさんです。前回ですね、100均のものを使ってですね、ユートップを作ったやつのその後なんですけど、こんな感じになりました。結構草が伸びて自然体でいい感じになってきたかなと思います。でメダカの方も入れてですね、こちらのメダカの方が今年の4月生まれの個体になってまして、まあとりあえず入れるとこがなかったっていうことで、この子たちを入れてビオトープ楽しんでます。100均のものだけで、まあ、ざっと500円ぐらいでできたんでですね、結構コスパもよく、大きさもまあまあ大きいんでですね、使い勝手はいいんじゃないかなと思います。で今後もですね、ビオトープ関係、メダカ関係動画上げていきたいと思いますんで、チャンネル登録またコメントよろしくお願いします。今回はですね、100均のビオトープの続き、まあその後ということでお話ししていきました。また次回も上げていきますので、チャンネル登録の方よろしくお願いします。